皆さんこんにちは。こんにちは。トレーディングポストラギットスター渋谷店の一戸です。久島です。今日は新入荷したブランドストーンをご紹介しようと思います。ブランドストーンは1870年にオーストラリアのタスマニア島で創業しております。重労働者のためのワークブーツを作り始めたのがきっかけで靴作りがスタートしました。今では世界中で愛されているブランドとなっております。はい、はい、ブランドストーンの最大の特徴はインジェクション製法っていうところなんですけど、インジェクション製法ってどんな製法ですか？アッパーとソールの間に隙間がないので、そこ剥がれがしにくかったりとか、耐水性に優れている製法になります。つま先とかかとの部分にこのラインが入る、これが特徴ですね。うちの店で取り扱っているブランドストーンの、はい、シリーズはブランドストーンではたくさん種類はいろいろ出てるんですけど、うん、クラシックスと、はい、オリジナルス、この2種類になりますね。はい、木型が違いまして、オリジナルスの方が穂の部分が、薄くなっておりまして、クラシックスの方は、ちょっとつま先から穂にかけてボリュームのある木型となっております。でボリュームがあるので、こちらのインソールがつきます。これでサイズ調整が簡単にできるってことかな。はい、一戸店長はどういう時にこの靴履きたいですか？結構外観がラギットっていうかゴツゴツしてて重たいのかなって印象なんですけど、うん、結構軽いじゃないですか。はい、軽いですね。ゴリゴリなラギットスタイルっていうよりはちょっとスポーティーな感じで履きたいなっていうのがあって、あれですか、趣味のバイクとか乗るときとかも、うん、履いちゃう感じですかね？バイク乗るときは履かない履かないですね。バイク乗るときは履かないから、結構その歩くのが多いときとかにすごい向いてんじゃないかな。どんなときに使いたいですか？はい、僕はこれ趣味の釣りですとか山登り、ハイキング程度なんですけど、そのときに履きたいかなと思います。まあ、足元も結構やっぱあったかいんで万能に履けるから、うん、やっぱりこう履き心地がいいですよね。うん、指先がすごいこう広く作られてるんで、本当にストレスなく履けるっていうところが、ブーツっていうどっちかっていうとスニーカーに割と近い、うん、そうですね、感じかもしれないですね。はい、スニーカーに近い履き心地、うん、なんでブーツの重さが結構ね、はい、苦手なお客様とか、はい、おすすめですね。うん、すごいおすすめ、うん、今ねおすすめ言おうとした僕が言おうとした、はい、そうです、失礼しました。はい、はい、おすすめです。おすすめです。はい。じゃあ一応店長、このブランドストーンの当店のラインナップ、ご紹介お願いします。はい。クラシックスはこちらのレッドウッドですね。ちょっと赤みの入った茶色。そうですね。はい。あとラスティックブラウン、少しムラ感のある茶色。ヌバックですね。うん。味があって、うん、いいんじゃないかなと思って。個人的にはこれが、うん、うん、おすすめですね。あとラスティックブラック。少しこうグレーっぽいっていうか、そういう黒なんで、うん、重たい印象にそんなになりすぎないんで、うんうんうん、使いやすいかなと思いますね。オリジナルスの方を紹介お願いします。はい、オリジナルスの方は定番のブラックとブラウンの2色展開になってます。まあ、本当に定番色なんで、どんな格好でも合わせやすいようなカラーリングとなっているので、使い勝手は抜群かなと思いますね。あとオリジナルスはサイズ展開が4から10まであるので、まあ、僕は足大きいのでこの10のサイズ履こうかなと思いますね。立ち仕事っていうかね、うん、我々多いんで、そういうちょっと、ね、はい、足疲れてる時とか非常にいいんじゃないかなって、うん、錬金の最後の日はこれかなって感じブランドストーンで、はい、ね、錬金を締めくくりを締めて、はい、とりあえずこれと次はこれかな。まあ、黒、はい、黒狙いで。逆に自分なんかブランドストーンはやっぱ茶色っていうイメージがあって、ああ、いい経年変化っていうのを、ね、うん、たくさん見てきたんで、まあ、茶色をこう自分なりにアレンジしたりするのが楽しいんじゃないかな、うん、新品の状態よりも、ね、履き込んだ方がやっぱりかっこいい、ね、かっこいいってみんな言いますよね。うんうん、ああ、もうこれじゃないですか、特徴としては。あ、そうだね、ブランドのプルタグ、うん、この前後についてるっていうのがポイントですよね。うん、ここを引っ張って足をガッと入れて履けるんで、
急いでる時に玄関先にこれがあるとスッと履けるんで、うん、もうちょっと早く起きたいね。もうちょっと早く起きたいですね。早く起きて、うん、やっぱりね、はい、仕事ね準備とか、うん、子供抱っこしながらとか履きやすいんじゃないかな。まあ、あとね、はい、このブルタグにちゃんとねブランド名が入ってる、うん、すごい、ね、細かいねディティールが凝ってるんで、はい、ブランド名と、うん、タスマニア、うん、オーストラリア、はい、ね、あのパンツの裾をかぶしちゃうと見えないんだけど、うん、個人的にはちょっとねたるましてっていうかこれたるまして、うん、ブーツオンですか。ブーツオン、はい、ブーツオンしても、ね、いいんじゃないかな。そうですね、ここにブーツオンしていただけると、うん、裾がちょっと縮まってるズボンとか相性いいんじゃないかな。ああそうだね、はい、なんかスポーティーな、ね、ちょっとアウトドア系のブランドとかでもすごい合わせやすいんじゃないかなと思うんですね、うん、機能面も含めてすごいね、うん、ラギットストアに合ってるんじゃないかなと思いますね、はい、重宝してくれるんじゃないでしょうか、うん、じゃあそろそろ一番姉ちゃんの締めの言葉をお願いしていいですか。締め、はい、そうですね、オリジナルスとクラシックスは履き心地全然違うんで、ぜひ店頭で履き比べてみてください。それではまた、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。